気門。気門とは、北東、牛虎イコール牛虎、牛と虎の間の方位、方角のことである。気門とは反対の、南西、羊猿、羊猿の方角を、裏気門と言い,い、この方角も、気門同様、意味嫌われる。北東、牛虎を、気門、南東、辰巳を、風門、地門、南西の裏気門を、人門、山井門、北西を、天門とし、 それぞれの四隅の方位、方角のあくまでも陰陽道上の門の名であると述べている。日本では古来から鬼が出入りする方角であるとして万事に忌むべき方角としているが、方位の呼び名、門は風水と同じく中国から伝来した陰陽道であるが、風水では鬼門を必要以上に恐れることはないと述べている。 音苗道が日本に伝わり、日本の神仏集合思想と深く関わりを持つことで、日本独自の仮想の発展が疑問を異常に恐れる大きな要因とされと述べている。音苗道の最盛期と言われる平安時代中期頃から、病気や疾病、地震、火災、天災など、そのすべてを神のたたりが起こすものと考えられ、たたりを起こす神の存在を鬼に例えて恐れたことが、 大きな理由される、と述べている。鎌倉時代前期に表された、恩苗同級希少に、ヘッツイ、門、イ、川屋、物家がみなり云々とあり、ヘッツイ、門、井戸、川屋など、病気に直結する場所を深刻化させ、諸々のやかつかみからたたりを受けぬよう祭祀を行っていた歴史があり、鬼の門と名のつく、北東方位を他の方位方角より恐れる方位になったと考えられる。 と述べている。時の統制者は、教内を、結界、生徒族を分離し、人々が暮らす教内に災い事が起きないよう資格、四堺の祭祀を行っていた。代表的なものに、京城四隅駅震災と宮城四隅駅震災代理があり、とりわけて鬼門、裏鬼門だけを恐れるのでなく、司法を平等に崇めていた歴史がある、と記述されている。 現在でも自鎮祭で司法を囲み結界を作り、その土地に災いが起きぬよう祭礼を行う自鎮祭が引き継がれているが、司法を平等に崇めている、と述べている。また、歴代天皇は、正月元旦、早朝から司法を廃され、年祭消滅、五国法上を祈る、司法廃と言われる祭祀を行っている。それは、官兵二年、八百九十、から、 現在の天皇まで1,100年以上続いている。驚くであろうが、武家の世界では多くの城で鬼門包位に川屋を作ることが常道とされていた。安土城、丹波福知山城、岡山城、姫路城などは裏鬼門に川屋が廃されていたとされ、鬼神の災いを恐れず覚悟を持った武将の気構えと捉えることができると述べている。二大将軍、 徳川秀忠は、鬼門包囲を心配する者がいたとき、和菓子基地、領土すべてなり、ゆえに、鬼門は、蝦夷である。そう笑い飛ばした逸話が記載されている。六大将軍、徳川家信に仕えた、荒井白石が鬼門を研究し、鬼門湖を表しており、徳川家康が、江戸城構築にあたり、鬼門の橋を案じる家臣に対し、名前だけを違いよと命じ、位置は変えず、 筋貝かいばしと名をつけたと述べている。白石の鬼門校では、鬼門を避けない方が基地が重なる、鬼門を避けなければ白明である、鬼門を恐れる、世の風潮の中、両極の鬼門説の混在に迷える記載がされていると述べられている。十二市で鬼門、牛虎とは反対の方角が羊猿であることから、猿の像を、鬼門よけとして祀ったり、京都御所の北東角の軒下に、 木彫りの猿が鎮座し、鬼門に対抗し、猿が辻と言われ、築地塀がそこだけ凹んでおり、猿が辻と称されてきた。京都御所の築地塀が、鬼門、北東方位を凹ませて作られていることから、御所が鬼門を避けている、のけていると考えられ、それが鬼門をのける手法とされてきた。建築家、聖家清志著現代の仮想には、仮想の教え通りに凹ませていると書かれている。 このことから現代でも人々は縁起を担ぎ、家の北東、鬼門の方角に、魔除けの意味を持つ、ヒーラギや南天、おもとを植えたり、鬼門や裏鬼門、南西から、水回りや玄関を避けて、家づくりをし、仮想を気にする、社会通念が生まれ、根強い鬼門を恐れる、社会現象につながってきた、と述べている。事実、京都の NPO 法人が2015年、京都市内中心部だけで、 ビルや店舗、一般住宅など、約1100カ所に、鬼門除けがあるという調査が記述されている。四角く囲って、玉砂利を敷いたり、ヒーラギ、南天を植えている、調査結果が発表されている。しかし、こういった長年の仮想の鬼門を恐れる言い伝えは、すべて発症する京都御所が元になっているが、京都御所の内部には、鬼の間が存在していた。鬼のとは、 京都御所において、忍寿殿の西、厚楼殿の東にある清涼殿、南西隅の部屋であり、すなわち、裏木門の位置にある、平安遷都、延暦十三年七百九十四年寺の代理に、山和絵師、飛鳥常則が、後方元年九百六十四年、この間に鬼を退治する白沢王像を描いたと、されている。壁に描かれていた王は、一人で剣を上げて、鬼を、 大勇士であり、それを、白沢王、博多王,王といい、古代インド原名国の王であり、鬼を捕らえた、豪遊の武将であると、純徳天皇が表した、金比将、五将、三将を解釈した、金比将講義三冠上、関根正直著に記述されている。現在の建物、鬼の間に、白沢王の絵は描かれていない。なお、江戸中期の随筆。 夏山雑談には、白沢王は、李の将軍、白沢王としても記されている、そう述べられており、京都御所、天皇家が、鬼の災い、神のたたり、自然災害、火災、薬病の蔓延を恐れて、築地米をへこませていた、という解釈より、庶民に、災いごとが降りかからないように、皇室が一手に、へこみで受け止めて、御所内部の清涼殿、鬼の間に導いて、 鬼を切り倒し、世の安泰を願っていた、そう解釈した方が自然であるとの記述がある。現代でも、皇居の間取りは公開されておらず、外から見ただけの兵の凹みだけを受けて、鬼門よけにつながったと考えた方が、理にかなうと記述されている。現実、多くの仮想学者、民族学者の仮想文献には、鬼の間の存在の記述はないと述べられている。 猿が辻に関しても、前述とは別に御所を守護する日吉神社の神の使いが猿だったことから、猿が辻と呼ばれる記述もある。昭和43年、皇居東御苑が一般公開されたが、京都御所は GHQ の管理下でありながら、昭和21年11月に一般公開されている。しかし現在でも鬼の間は一般公開されていないと述べている。 もし、鬼門包囲を乗ける、鬼門よけことが、仮想の教え通りであるのであれば、一般庶民の住まいも南西に、鬼の間を作らなければ、仮想は成立しないと述べている、ことが、興味深い。大正時代、兄弟総長、中国古代史研究者、新四郎新造が、迷信という書籍を出し、鬼門、方読暦を一刀両断し、鬼門は、 単なる苔脅しと記述されている。井上遠慮によると、大正時代でも長野県のある村では、学校の土地が鬼門に触れているという理由で、村会で議論になったらしく、井上は、笑うべきの至りと記している。また、都市計画においては、平常計では、鬼門の方向に、東大寺、創建年8世紀前半が、裏鬼門の方向に、食付き八和田宮が、 平安京では大代理から、鬼門の方向に、比叡山延暦寺が、浦鬼門の方向に、岩清水、八幡宮が、鎌倉では、幕府から、鬼門の方向に、江柄天神社が、浦鬼門の方角に、恵比寿堂が、江戸では、江戸城から、鬼門の方向に、東英山寛永寺が、浦鬼門の方向に三円山広土院増上寺が、置かれたと言われている。 神仏集合時代、伊勢神宮の牛虎、北東に位置する、金剛正寺総建連、スて六ク世域が、伊勢神宮の鬼門を守る寺として、伊勢信仰と結びつき、伊勢へ参らは、浅間をかけよ、浅間かけねば、傾りとされ、伊勢、島最大の寺となった。国造菩薩の剣族、雨、報道寺が祀られており、当時は、天照草美家の下限と考えられたため、 伊勢光大神宮の奥の院とされた。それらから仏寺に用いられる仕組みではなく、神事に使われる榊が備えられる、全国でも珍しい寺である。しかし、伊勢神宮を代表するようにすべて神仏、集合時代に後付けで言われた、作られたものである、と述べている。以上のように、鬼門は本来呪術的な意味を持つ言葉であるが、転じて、 良くない結果が起こりやすい事柄に対してこの言葉が用いられるようになっていった。方角に限らず、場所、時間帯や特定の強化などを指すこともあり、その用途は幅広い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。